さてここからですね、金正日がつい登場してきます。はい、彼もともと広報部門みたいなところで働いてたんですよ。へえ、そうなんだ。そう映画とか音楽とか大好き。 ほー。音楽好きなんだ。音楽好き、そもそも。で、実際、あの、映画だと、プルガサリっていう、日本からつぶれアプロを呼んできて、ガチで特撮撮ったりとか、うん。へー。してた。そうなんだ。そう。そんなことまで。時代でして。なんで、あくまでまだキム・イルソンは生きてます。バリバリで現役です。ただ、キム・ジョン・イルが、だいたい、1970年代ぐらいから出てくるんですね。で、そんな中で、彼が何をやったかってうと、この、社会主義リアリズムのあ、出てきましたね。キーワード出てきましたね。これ、キーワードです。 まず社会主義リアリズムとは何かっていうことを。そうですねことを、うん。社会主義を称賛し、革命国家が勝利に向かって進んでいる現状を平易に描き、人民を思想的に固め、革命意識を持たせるべく教育する目的を持った芸術と。ま、要は、社会主義万歳みたいなことを。めっちゃ簡単に言うと確かにそう。めっちゃ国民にもう勉強させる。まあ、それによって、あ、社会主義ってのは素晴らしいものだってことに気づかせるみたいな目的を持った芸術ですよね。で、 ここで勘違いしちゃいけないのは、別にキム・イルソンの時から全然それをやってたわけ。うん、まあそれはそだただ彼によって、後でゆっくり伸びますが、はい、北朝鮮的な社会主義リアリズムっていうものが生まれてくるわけ。ねまあ、普通社会主義リアリズムって言ったらロシア、ソ連の話。そう、ソ連の話っていうのはまた後で、はいきます、まあ。とりあえず。とりあえず行きましょう。うん、何やったか。だダハ革命過激の成立。なるほどね。いかにもだね。<laughs> そう、まあ。北朝鮮独自の様式を持つ過激っていうことで、ほ<う>要はすごい端的に言うと、まず出演する人数が、 めちゃくちゃ多い。ってのが一つ。もうさ、なんか人数増やすの好きだよね、本当に。まあ、豪華に見えるからね。そう。で、あとその、踊りとかもすごい入ってる。ああ、もう好きそうだわ。で、このアリア、レジタティーボがこの優接歌謡と傍聴っていうものになるんですけど。まあ、アリアとレジタティーボといえばね、オペラの要素ですよね、二つそれを排除しなきゃいけない。西洋だからダメだと。なのかな例えば、オペラで有名な曲だと、トゥーランドットのさ、誰も寝てはならぬってあるじゃないですか。 あれ、全員歌える全員歌えるいや、歌えない。俺も歌えない。うん。けど、優勢歌うって、歌える曲が多い。圧倒的に。どういうことどういう意味で歌えるの覚えやすい歌。キャッチなんですね。そう、キャッチ。で、この傍聴っていうのが、レチタティーーっていうのは、こうなんか、語り的な感じでさ、こう場面転換がしていくじゃん。そうじゃなくて、合唱団が歌って、 場面転換とか、そういう感情の動きとかを。うん。なんか、合ってるか分かんないんだけど、今想像できたのは、うんうん、全体的にやっぱりこう、もっと分かりやすくキャッチーになってる。そうそうそう,そう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 。なる。そうそう。ですね。なるほどね。それが革命歌劇だと。革命歌劇別名ピパダ式歌劇って言います <laughs> で。なんでピパダ式っていうかっていうと、この一番最初の革命歌劇っていうのがこの血の海。これ<あ>朝鮮語で言うとピパダになるんです。<う>ピパダ式って。 あなんか、チラシの画像もね。あ、これはもともと映画で、それが公開された2年後とかに。映画から革命歌劇になった。おそらく、多分そう、なるほど。で、五大革命歌劇ってのがありまして、まあ、花を売る乙女。はい。唐の真の娘。はい。密林を語れ。<ー>ええー、クムガンさん、金剛さんの歌。その、もうバキバキのタイトルばかりだね。<laughs> 本当に。 まあ、基本的に、あれですよね、その、朝鮮戦争期とか、あとはその、日本統治期の残虐な日程を追い出したぞ。ああ。みたいな、みたいな。まあ、革命とは言ってるぐらいだから、そう,そうそうそう。そ革命万歳っていう過激なんでしょうね。そうです。まあ、この5つ。この5つ結構日本語で調べても出てくるんで、ね。特<ー>に、一の海とかね。で、次、ババン。 軽音楽の成立と作曲家リジョン王。もう,もう突然のポップじゃん、もう。そう。絵面がさ。電子楽器を取り入れた楽団が設立。従来よりポップな楽曲が多く作られるなるほど。これ、ワンジェさんって読みます。はい。ワンジェさん軽音楽団。はい。1983年設立。うん、で、これ、プチョンボって読みます来た、プチョンボ。プチョンボ電子楽団。1985年設立。これがプチョンボか。これ。 あ,あもうカラフルだね。そう。あの、ちょっとこの写真だと分かりづらいんだけど、後ろ見とし、これエレクトーン。ああ、はい、いますね。エレクトーンいるし、シンセサイザーとかもいます。うんうんうん、あ、こういうのじゃないのその NK ポップって言ったらそう。そう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 、まさにこれ。今までの話は本当に準備段階だったけど、そうそう,そうこの辺から、ついに NK ポップって感じそうそうそう。そうなんです。で、 日本、海外との交流ってのがあるんですが、ここで一個だけ勘違いしちゃいけないのは、当時、はい、今、現在の僕ら日本人が抱く対北朝鮮感情ほど悪くなかった。まあ、なるほどね。そこは重要です、ね。そのいや、ミサイル飛ばしたりとかもまだしてなかったし、拉致事件もまだ公になってないから、その万行本号って船があるんだけど、はいはい、それで全然日本と往来できた。あ、そうなのここはなかったけど。要は朝鮮半島出身の日本人とか、 で、向こうに家族もいて、みたいな。人とかの往来がまだあった時代なんで。そうなん実際日本公演やってます、プチョンボ電子楽団。おそうなんやってるやってるやってる。しかもね、青い山脈とかを歌ってる。日本の歌。すごいね、日本の有名な愛称か、うん。そう。それで日本に来た時に、その、いわヤマハとか。 だからエレクトーンってヤマハの楽器ですからね、そもそも。うんうん、ああ、そうなんだ。そう,そうそうそう。<ー>エレクトーンとか、あと思いっきりシンセサイズに可愛いとか書いてあって。あ、演奏してるやつ。そう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 。ね、思いっきり。で、そこで日本から技術提供を受けて。ああ<ー>。こういう楽団。だからさっきプロガサリも撮れたんですよ。映画も。うん,う,んうん。つぶらやプロ呼べたんですようん、うん。なるほど、そういうことなんだ。そういうことなんです。で、この、プチョンボ電子楽団を語る上で外せない作曲家がいまして。はい。リ・ジョンを手をみます。 全部電子楽団で作曲家と指揮者として活動してた人なんですけど、もうね、有名な NK ポップの半分以上はこの人が作曲したって言う過言じゃない。マジか。そのレベルでもう、ヒットメーカー。かてか今思ってたんだけど、電子楽団だけど指揮者はいるんだね。あいます。振ってる。<laughs> ちょっと面白い。<laughs> 面白いお。本当に面白い。そうなんだ。まあじゃあ代表曲見てみましょうか。はい、パンが進みだ。うん、これ、あの、日本語だと難しいんですけど、Nice to meet you って意味、要は。 ほう、なるほど。挨拶的なイメージが強い言葉かな。そう、あそう、そうそうそう、お会いできて嬉しいです、みたいな。この曲はもともとその日本公演するときに、日本の在日コリアンの同胞たちに会えて嬉しいです、みたいな曲として作られたんですけど、<ー>その後、でもこの南北統一の象徴みたいな歌としても使われてるなるほど。 それから、えー、我が国が一番良い。もともと映画の主題歌。あ、そうなんだ。で、まだその東側陣営ってものがあった時、ソ連もまだ生きてて、なんかそこの特化の国の映画コンクールで賞を取った時の主題歌。うん、まあ、ちょっと今はね、我が国が一番とは言い難い状況ができてますけども、まあ、まあ、まあ、それに関してはちょっと僕は何も触れませんが、まあ、いいでしょう。まあいいし、いいしまあ、この曲も有名ですね。ああそれから、口笛、フィッパランですね。<う>これはですね、なんかよく言われるのは北朝鮮初の政治的な意図が入ってない曲。 <laughs> 逆に言われ全部入ってたのうん。なんなんだ、マジで。まあ、口笛だからね。そう。要は、あの、男女が口笛を吹き合って、平和でしょ、うん。そういう歌でいいと思うけどな、僕はな。で、あなたがなければ祖国もない。ほう。これは、あの、キム・イソンが亡くなって、キム・ジョン・イルが即位するときに作られた曲の一つなんですけど。普通の人民の話じゃどう考えてもないよね。そのあなたがいなければあ、そうそう、あなたってのも、キム・ジョン・イル。うん。あとこれ、パルコルム。 足取り。これはですね、まあ彼の晩最晩年の曲の一つなんですけど、うん、初めて北朝鮮の曲でキム・ジョンウンの存在が示唆された曲。それではじゃあ、せっかくなんで口笛聞いてもらいましょうか。はい。聞かせてもらいましょう。 シンセサイザーも普通に入ってるし、ドラムも入ってるし。そう。そこが面白いところで。まあ、このプチョンボ電子楽団っていうのは、そシンセサイザーとか、はいえー、エレクトーンを主体にしてて。ワンジャさん軽音楽団っていうのは、まあもちろん歌う人もいたりするんですけど、器楽曲のポップをやったりする。ああ、なるほど。いや、歌の代わりにトランペット入ってたりとか、そういう感じで、こう、いろいろ。なるほど、ね、曲があるわけですね。まあ他にも、軽音楽で携わってる作曲家がいまして、例えば、クースンヘほう。この人、僕が好きなのは、シナウ。 あるいはシナウィっていう、そのなんか民謡なのかなあるおそらく民謡があって。<laughs> マニアックな、ね、それの、それのプチョンボバージョンのアレンジしたやつが僕はすごく好き。プチョンボバージョンってちょっと面白い言葉この、ね、<laughs> 僕も使っていきたいですね。<う>プチョンボバージョンね。この人はもうちょっと亡くなっちゃってますね。はい。で、あと、アン・ジョンホ。これ ね、やっとここまで北朝鮮音楽の話してて出てきます。根魚の作曲者。お<ー>攻撃戦の。根魚。一番有名な。一番有名な曲の作曲者で、ね、あの、まだ存命です。あ、そうなんだ。存命です。あと、この、ウー・ジョンヒとかね。ーウー・ジョンヒはそうですね。例えば、朝鮮の力っていう曲とか書いたりしてますね。この人も現役でやってますね。<ー>で、ここで軽音楽ってものが成立したじゃないですか。はい、明らかに、聞いてもらえば分かるんです。日本の歌謡曲なんですよ。うん。いや、そう思った。が。今ですらそう思ったよ。 明らかにね、日本から影響を受けてる。技術交流だってやってますから。あ、そうだね。っていうのは、正直否めないと思います。その、アレンジとかに関して。だからさっき聞かせてもらったやつでさ、僕は YMO じゃんって言ったけど。そうそれも、明確には、 あるわけじゃないけど、多分あると思う。なるほどね。時代的にもそうじゃないですか。ありそうです。80年代ぐらいだから。まあでも、なんかそんなにシンセサイドだとエレクトーン重ねて編曲するの絶対大変だなとか思わない。まあ、てか、何さっきもさ、映像とか見ててもさ、キーボード弾いてる人4人とかいなかった四人。どういうふうに弾いたら4人になるで、普通に、あとピアノもいるし、うん。で、エレクトーン3台行ってギター、ベースとドラムとパーカッション。多すぎるんだよだから、で、指揮者。 指揮者が必要になっちゃうぐらいの人数にするのが悪いでしょ <laughs> いや、どうなんだろう。まあ、でもバンドではないですよね。うん、楽団っすやっぱ。不思議だわ。あの、なんかコンサート映像とか見ると、やっぱあの、昭和のさ、歌謡賞みたいな感じじゃん。うんうん、その、楽団の配置が。なんでね、僕は正味日本からの影響ってのはあったと思っております。うん、いでは次行きましょう。まあ、もうちょっと軽音楽続くんですけども、はい、ま、軽音楽も演奏できるオーケストラも、サムジオン楽団が2009年に設立されたり、 これ、うなすって言います。うなす還元楽団って。これ、あの、なんか、ポップスオーケストラ、スタイルのかいや、ドラムとか入ってたり、あ,<ー>あとサックスとか、うん、あの、エレキギター、ベースとかがもう常設でいるような楽団とかもできます。 なんだろうな、このポップス演奏するオーケストラって、あんまり日本とかには根付いてる感じがしないわけですけど、垣根なしにというか、そもそも、うん、国主導だから音楽の流れが一本しかないわけでそう、一本しかないわけです。だから、キム・ジョン・イル。キム・ジョン・イルですね、この時代は。キム・ジョン・イルの趣味で、ポップな方向にもう突っ走っていったわけですね。<う>オーケストラとかの大変性を使っても。と思うじゃないですか。うん、ここで、ついに行きました。僕が一番好きなんですけど、この楽団が、航、はい、国家合唱団が、こう、設立されます。はい。 これはあの、さっき紹介した朝鮮人民軍の競争団のその合唱部みたいなところから独立したいかめしいこの男たちがふわっと並んだこ,、ね、こ,この画像は好きだなもうだって北朝鮮の合唱といえばこれでしょこれ間違いなく蜂の巣みたいにぎっしり詰まってるよ彼自身もすごいこの楽団好んでて<ー>一番あの多く観覧した楽団なんですよ航そうなんだわかる人はわかると思うんですけどこれ明らかにソ連の影響なんですよね おぉ、そうなんだ。うん。ソ連にも、アレクサンドロフ・アンサンブルっていう。はいはいはい。まあ、要はソ連の軍学隊。まあ、今も現役でバリバリやってるんですけど、<ー>ソ連亡くなった後もね。ロシアでやってると。ロシアでやってます。やっぱ人数多いんですかここまで多くない。<laughs> 余裕で100人とかいるよね。絶対、絶対いる、絶対いる。数えたことないけど。うん。絶対いるし、ソリストも毎公演ごとにさ、10人ぐらい出てくるし。あでもソ連も北朝鮮もやっぱりこう、社会主義国家だから、その、権威をバーンって、すごいだろうって見せつけるために、ね、おそらくは、人数が一番手っ取り早い。 で、えー、航空国家合唱団の設立で、で、代表的な作曲家。はい。えー、ソルミョンスン。うん。これ、キム・ジョン・イル将軍の。お<う>来ました。世代変わったんだ。変わって、あ、もう変わってる変わってる、とっくに。世代変わったらわかるんだけど、うん、歌がちゃんと作り直されるんだ。そう,そう、作り直されます。へえそこテーマソング作ってもらえるんだな、毎回毎回。そう。キャラソンだらけ。<laughs> まあ、あと、もう一個有名な曲として、シャ走るって。まあ、釜っていうのは,要は、<う>炊き出しの車、あの、軍隊の。 そんなところにまで焦点を当てて歌を作ってくれるんですね。うん、そうなんです。で、もう一人は、まあ、ケフンギョンって作曲家。<う>この人は、どっちかというと編曲とか。へー、あ、そういう,うあ、そうだ。革命歌劇。さっき出た革命歌劇って、うん、あの、一人で作曲するもんじゃなくて、いろんな作曲家が集まって、そうなんだ。やるんですけど、そ,その中で、こうやってたらしいです。<ー>なんで、ちょっと代表曲があんまりわかんなかったけど、まあ一応写真見つかったんで、載せておきました。うんうんうん、なるほどね。ちょっと待って、今気になったんだけど。うん。 人名がカタカナになってますね。あのー、理由はさほどなくて、ある程度、外に出てる人だったら勝手に漢字がつくんですよ。へえ、そういうものなんだ。そういう、だってキム・ジョン・とかキム・ジョンとかの漢字あるでしょう、うん。はいはいはい。逆にこの人たちがそんな出てこなかったから漢字が。そんだけなんだ。そ,そんだけの、あんまり大きい話ではないです。ーーで、まあ他にも、その、高君国家合唱団好きの作曲家ってたくさんいるんですけど、賞<う>味ね。 わかんない。わかんない。あの、この曲を書きました以上しか言うことがないので。<laughs> なるほどね。<laughs> あの、今回はもう、あの、代表する二人を載、まあ、せておきました。十分でしょう。ということでね、じゃあ一回航空国家合唱団の歌声改めて聞いてもらえますかああ、もういい。絶対映像がおもろいですし、ょんなん。<laughs> それではね、聞いてもらうのは、武装で使えよう我らの最高司令官と。とんでもないタイトルの曲だな、本当に。 いやー、このボーカルの、うわーっていう音量は正直北朝鮮音楽でしか味わえないよね。うん、圧巻だよね。いやー、だから国家企業でね、普通にマーラーの1000人の公共曲とかほら、マジやった方がいいと思うんですよね。<laughs> いやー、絶対やった方がいいだろう。だ普通にやろうとしたら、ただでさえ、その予算とかがあるけど、国家が運営してんだからもうや、うん、マーラーは合うね、確実に。絶対合う。あとなんか、個人的にはあれですよ。大工の合唱とかもやってほしい。あ、それね。 やってます。あ、マジ？やってんだ。何年か前に、井上道義が、平壌に行って、大工の初演をやりました。あ、初演なんですか北朝鮮国内初演を。面白い。そうなんだ。やりました。たださぞかしすごい合唱だったでしょうね。ねぜひとも聞きたい。まあ、そんなわけで、はい。ここで一つ、まとめます、君の時代を。じゃあ、北朝鮮式社会主義リアリズムって何なんだろう ?1! 国家、党への忠誠に加えて、指導者に対する絶対の忠誠。ああ、それはあるな。確かに。ソ連式とかだったと、国とか、国というか社会主義に対しての忠誠みたいな。そうキム・ジョン・イルの時代になってから、明らかに歌詞の中でね、うん、キム・ジョン・イルを指す言葉が増えてる。そうなんだ。もちろん、キム・リン時代から名前出てくるものは全然あるんだけど、はい、本当に歌詞に一瞬ちょろっと入ってくるだけだったりするけど、例えばね、親近な名前とか親愛なる名前って曲あるの。うん、歌おう、キム・ジョン・イル、我らの指導者。 え。みたいなのを歌う歌と。<ー>なるほど。個人の名前として存在が出てくるわけそう、存在が出てくる。うん、で、次。民族の協調と新民謡。民族性。あのー、考えてみてほしいんですけど、ソ連とか、ユーゴスラビアとか、うんうん、いわゆる社会主義国って、はい、多民族国家多いじゃないですか。あ、はい、はいはいはい。し、あの、バンコクの労働者が団結せよでしょ。 確かに、確かにそう。国際色を捨ててるんです。うん。要は朝鮮っていうものを大事にしよう。うん、なるほどね。これ意外と。ソ連式の方でも一応、何、中身が民族的であるべきみたいなことはあったけど、うん、でもあんまりなんだろうな。わかりやすくはなかった。こっちの方が確かに、どう考えても朝鮮民謡みたいな雰囲気ありますもんね。で、そんな中でいろこう、民謡チックな曲も作られるんですけど、北朝鮮の民族的な NK ポップみたいなやつ。うん 軍民,軍民アリラン。軍民軍民アリラン軍民アリラン。明らかに北朝鮮できてから作られた民謡でしょ。<laughs> タイトルがもう。うん。間違いない。 なんですね。こういうふうに民族ってものをすごい強調するなっていうのがもう一つ。はい、で、歌が先にある。作編曲。うん、これさっきもちょろっと述べたんですけど、絶対的にほぼ間違いなく一個歌があるんです。うん、それをもとに編曲な、ね。なるほどね。なんですね。これ、オーケストラでも軽音楽でも。これはなんか作曲家として考えた時には、メロディーがもうバーンって先にある。 これキャッチーな曲の鉄則なわけで、それに比べるとやっぱソ連とかの社会主義リアリズムの場合だと、もうちょっとこう、ちゃんと作られてるというか、うんうん、キャッチーとかーんっていう雰囲気よりはもうちょっと上品な印象をやっぱ受けますよね。この3つをキム・ジョン・イルはすごい推し進めたんです。うん、で、まあ、ここにも書いてあります。キム・ジョン・イルは音楽をイデオロギーと個人崇拝の友好的な手段として使用<ー>もう。で、実際キム・イルソンが亡くなってから、キム・ジョン・イルが即位して、まあしょっぱなから、 用意されてたかのごとく、キム・ジョン・ユ将軍の歌とか、あなたがなければそこくもない、我らの将軍様一番さんみたいな、そういう曲がドワーッ今何人か作曲家紹介したじゃないですか。この時代から起こることって、例えばじゃあ、プチョンボで一曲曲が出ました。それ、航空国家合唱団がカバーしたり、ワンジェさんがカバーしたり、あとばメロディーだけ拾われて、国立のオーケストラが、オーケストラ作品としてやってたり。ああ、面白い。だからさっき話したプチョンボバージョンみたいな。そう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 。状態が、 あの、発生するす、ね、だから、今日上げた曲、かなりの数、いろんなバージョンありますよ。うん。ションボのバージョンもあれば、航空国家合唱団のバージョンもあれば。これ、面白いなと思って。音楽、いや芸術は、個人のものではなくて、うんうん、国のものだ。公やけなものだっていう。 確かにそういう価値観がある。そう。俺ら、資本主義に生まれた身からしたらすごい不思議だよね。うん。まあ、おそらくその我々が普通にやってるようなカバーとかアレンジとかだとまた違う意味がある全然違,、ね、違う、ね。意味が違う。もう、使い回しではないけども、一曲をいろんな楽団がやるか、ね、なかなかないことですよね。他の国だと。なるほど。っていうところで、キム・ジョン・イルの時代は一旦終わりにしたいと思います。はい、そして、 ここから現代に入っていきたいと思いますようやくだね。ようやくだ、ね。現代、逆に分かんないことが多すぎて、あ,あんまり喋る、喋れることがない。なるほど、ね、なるほど。不確定情報が多すぎる。国交が悪化したから。あ、そう。どん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 情報がなくなってくるので。切ない話だ。まあ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 。では、参りましょうか。はい。さてでは、キム・ジョンウンの登場キム・ジョンウン、ついに来ましたね。来ました。キム・ジョンウンは、キム・ジョン・と違って、その、 いやお父さんの存命中から、積極的にあんまり表に出ていたわけではなかった。じゃないですか。なんか急に指導者が変わったじゃないですか。亡くなって。で、そうなんだ。そうなんだよ。死ぬちょっと前からちょこちょこ出始めたぐらいだったんですね。ここ のの話っっっってかかんなないいこととと方が多ららちちょっとさらっとはなっちゃまあ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 、軽音楽のさらなる発展っていうのが、これ一番ですね。もう軽そうな画像がね、今は見えてますけども。ね。軽そうな。女性歌手や新鋭演奏家を起用。<ー>脱歌謡曲風の曲。脱歌謡曲風模索してる期間が2、3年あるんですよ。その時の、このね、<laughs> 頑張ってる感がね、めちゃくちゃ面白くて。その脱歌謡曲ってのは何、何 歌謡曲を出すってことは、よりクラシック音楽に近づけようってことなんですか違う。よりポップに。あ、もっと軽くするっていうこと。うん、あーなるほど。なんで、その模索期間の曲一回聞いてみましょう。ょうこれ笑いの花が満開さとか、笑顔の花が満開さっていう、翻訳をよくされる曲なんですけど、<う>その感想部分。感想、はい、感想。感想とりあえず聞いてみましょう。はい,はいはいはい。 <laughs> これが脱歌謡曲家の取り組みだと。模索中。うん、じゃあ、ある程度脱歌謡曲が終わったらどうなるかっていうと。まあ、それこそこの前流行ったあれですよ。なんだっけ親愛なる父。この前流行ったノのか知らないが、そうなんなんか、外国とかで流行って、なぜかそれを踊って TikTok のせた、えー。TikTok にしてたらしい。なんかそんなニュース見ましたけど。その政治的 TikTok じゃん。で、まあ、ある程度完成した最近の NK ポップ。聞いてみましょう。 白いっすよね。随分変わりましたね。随分と。そうなんですよ。苦戦してた時期もありましたけど。うんうん、個人的に、あの、ちょっとピチピチスカートの女性たちがちょっと、趣味が合わないよね。ド <laughs> ンとはね。昭和の日本の光景にも近いものがありますよね。まあ確かに言われてみれば。バブルっぽいというかう。確かに確かに。やっぱ通るル道なんですかね、こういうのは。かもしんないっすね。で、まあ実際問題、これ、モランボン楽団って言うんですけど。<う>これ、話題になりましたね、日本でも。何で話題になったの まず、さっき写真上げてた、プチョンボの女性陣の写真を思い出していただく。うんはい、一回出すか。スカートの丈。うん、長い。短い。でしかも、ピチッとしてるね。で、これよく見ると、後ろこれ、あの、バイオリンとかもいるんですけど、はいはい、みんなこういう。えー。えキム・ジョンウン、趣味悪い。<laughs> を、急にし始めたんですよ。キム・ジョンウンの時代になってから。完全にキム・ジョンウンの趣味じゃん。 いや、あると思いますよ、実際。<laughs> いや、まあ、だって、それこそ、キム・ジョン・イルだって、自分の趣味で、うん、趣味が非常に出てるじゃないですか。あ確かにね。音楽,音楽好き、映画好き、経営、うん、音楽好きでやったわけだから。うん、で、まあ、実際こういう楽団ができて、はい、この編曲の重視ってのはもう、次の動画でみっちりやります<ー>一旦そういうことがあったぐらいに覚えておいてもらえれば大丈夫です。うん、で、<laughs> <laughs> ちょ,ちょっと不穏なワードが。不穏だな。うなす還元学団の粛清。いや、笑っちゃいけないんだけどね。あの、北朝鮮ってポルノの所持がそもそも違法,法なんですけど、で、そのポルノ制作に関わったとして団員が処刑されます。<ー>しかも。処刑か。死んじゃった。死んじゃった。ほう。これはなんかその音楽とはまた関係なしに。関係なしなんですけど、あの、明らかにこう、キムスンナムの時とかって、まだその国ができて間もない頃で、粛清云々とかがあるのも、まあ、まだ分からんことないじゃないですか。もいる キム・スンナも、あの、ほら、最初に粛清されました,<ー>た人ってたと。最初は、ほら、国ができて戦争もあって混乱の中で、まだ分からんでもない。はい、けど、いきなりこう、音楽家に対しても厳しい態度を取るようになったのが、キム・ジョーン。で、まあ、実際、ここに所属してたキム・ギョンホっていうバリトン歌手。これ、お父さん、キム・ギヨンっていうあの、航空国家合唱団のもう、本当に大御所のバス歌手なんですけど、うもう処刑された。 突然いやいや、関わったから。あ。そう、ポルノセス。なるほどね。じゃあ、楽団員が全員礼遇されたかっていうと別にそんなことはなくて、また別の楽団にこう、振り分けられて、今も活躍してる人多いですね。はあ。このウナス還元楽団が消滅してしまったんでしょ消滅しました。あ、マジか。その一件で。で、音楽家に厳しいかと思いきや、うん。音楽家の政治起用もします。はいはいはい。まだ、この、泣き臭いなそう。ヒョン・ソンゴル。 この人はプチョンボ楽団のボーカルやってた人。うん、へえ。ー。あのピチピチのミニスカートを履いていたのか。あ、違う違う。長い方長い方。い方プチョンボだから長い方,長い方か。そう,そうそうそう。<laughs> 違う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 。とか、このチャンリョンシク。ほう。この人は指揮者っす。へえ<ー>。ー。そもそも音楽家の政治起用っていうのがあんまりよくわからなくて、日本でもさ、アイドルが政治家になるとか、芸能人があれなるなことかあるじゃないですか。うん、でも音楽家がなるっていうのは見たことないですよね。やっぱちょっと向こうと価値観が違うのかな、音楽家のその、 重要度というか。どうなんだろう個人の悲劇とかもあるような気が、せんでもないけど、<う>で、この北朝鮮式社会主義リアリズムの継承を、キム・ジョン・イルの路線は引き継いで、でね、キム・ジョン・ウンは引き続きやっていますと。まあ、ただ、キム・ジョン・イルと違ったのは、<う>曲が出てくるのが遅かった。一応、キム・ジョン・ウン将軍参加って曲はもうあるんですけど、指導者に就任してから、はい、割と5年とか経ってからじゃないかな。へーそうなんだ。出てきたんですよね。 ただ、ここら辺からなんか、合作とかが多くなんですよ。なんか、二人で一曲作る。たいな<ー>作詞も二人でやって、作曲も二人でって。<laughs> 作曲で合作って珍しいけどな。歌劇とかだったらさ、うん、まだわかるわ。わ、わかるじゃん。商業的な感じになってきたまあ、商業とかない、商業と外ではない。概念はないけど。あの国にはないけど、でもなんか作り方としては、より、ちの、まあ、工業的というべきかな、工業ですね。っと機械生産みたいな感じで、生み出す感じになったのかな。そうですね。そうなのかな。 っていうのも全部本当に情報が。いや、まあまあそれはもう全部憶測にすぎない。憶測。測,測,測だけど。まあただ変わらず、まあ作られてはいます。ただ結構昔の曲のリバイバルが多いイメージですね。<ー>なんかメドレーとかにしちゃったりして。なんで引き続きね、北朝鮮音楽の動向を一緒に眺めてくれる人が画面の前にいれば。ここまで画面の前にいる人はもうそういう人ですよまあ間違いないですね。うん、やばいと思う。自分が一番やばいような気もするけど、<laughs> まあまあまあ。いやね,ね、よく、よくあんな人名がすらさラ出てきますけども。 あれはハングル書いてるから読んでんだよ。<laughs> あ、そこハングル読めるってこと自体がね。ま <laughs> あまあね、まあね。ではまとめに入りましょう。あはいはいはい、入ってもらいましょう。最後に、バン。キム・イルソン時代は黎明期でした。うん。国家主体の音楽の土壌が形成されましたと。はい。で、キム・ジョン・イル時代、発展期です。うん、ここだね。そう、ここですね。今我々が思う NK ポップってのは、北朝鮮の社会主義リアリズムが確立しました。はい。そして NK ポップの土台が形作られましたと。はい。 で、キム・ジョン・ル時代。現代は、これが、NK ポップがさらに現代化して、うん、言っている、うん、ということですね。なんだろうな。キム・ジョン・イル時代が特に大事で、うん。で、まあ、キム・イルソン時代もまあ、大事だけど、もちろん、ね、その、下、ね、積みとして、うん、キム・ジョン・ル時代はなんか、より軽くなりましたっていうぐらいなんだね。実際問題、それぐらいしかちょっとまだ、ない情報がので。さっきので、まあ、話でもあったけど、キム・ジョン・イルが、その、文化好きというか、音楽や映画好きだったのが結構でかい感じがします。うん、そうですね。 まあなんで、一通り、概論でしたいやいかがでしたでしょうか。内容がね、<laughs> 内容が濃かったですね。たかだか100年ぐらいの話しかしてないのに100年もしてないですね。年75年とか80,80 80 80 80年の話しかしてないですね。いやなんか全然すぐそばにある国なのに、全然知らなかったのかなっていうことが分からされた感じがします。知ってるやつがやばいんですよ。まあそれはね。 <laughs> いろんな意味でやばいかもしれない。まあ、いろんな意味でやばい。で、今回でね、うん、北朝鮮音楽の歴史を教えてもらったわけですけども、小田切君はイミテーションスクラッチで音楽活動をしてると。はい。で、彼はコンポーザー作曲家でもあるわけですよね。まあ、ぼちぼちね。そうなったら、何をしてもらうか一つなわけですよ、ね。はい。NK ポップ風の曲の書き方。<laughs> 実際書いてきました。ああ、素晴らしい。はい。というわけで、今回の動画はここまでですね。はい。 次回が、小田切ライトの作曲技術が一体どんなものなのか、ちょっと見させていただきましょうか。<laughs> ここで見ないで、ぜひ、あの、イミテーションスクラッチの方であ,あ、確かにね、うん。そっち見てからね。純粋な作曲の方は、イミテーションスクラッチのチャンネルで見てもらえると。そう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 。結構いい曲を書いてるし、しかも実は僕もね、ミックスとか。あ,あ、そうですね。お願いしてます、いつも。お仕事に関わってたりするんで、ぜひとも、チャンネルの方に行って、聴いていただくと。よろしくお願い,いします。その時に、ちょっとふと脳裏をね、でもこいつ北朝鮮音楽聴いてるんだよな、というふうによぎってもらえると、<laughs> ね、一個楽しみが増えるんじゃないですかうーん。なんかもう笑うしかできないわ、それ、まあ。今のはカットかなまあそうですね。<laughs> カットかなでいつ使うんだけど。おい。<laughs> はい。まあ、そんな感じですかね。はい、じゃあ次回、あの、作曲編。はい。ぜひとも楽しみにしててください。はい。というわけで、えー、今回はここまでですね。ありがとうございました。ありがとうございました。